海上自衛隊呉基地の新しいトップが着任し、不祥事が相次いでいることを受け、国民の信頼の回復に努めてほしいと訓示しました。今月2日付で海上自衛隊呉地方総監に着任した福田達也海将は今朝、およそ250人の隊員や職員らに出迎えられました。福田総監はソマリア沖での海賊対処の任務で諸外国の海軍と連携し、連合部隊の司令官を務めました。着任にあたり、訓示では防衛省や海上自衛隊で不祥事が相次いだことを受け、国民の信頼の回復に努めてほしいと述べました。単なる伝統牧師といったところではなく、この新たな時代のニーズに従って改革をしていくことも必要だというふうに考えております。